小沢三五郎は、江戸時代末の囲碁騎士。江戸生まれ、本因募集は門下、六段。はじめの名は、小沢金太郎。村瀬や吉の弟弟,弟子にあたり、二、三歳年下とみられる。安政から蔓延にかけて、修和に西、修作に先、修保に先やい先、他に、高崎やす作との寄付などが残されている。修作の後継者をやよしと競ったと言われ、当時の、 広告後上立番府では、別大関、村瀬修保宮中作前に次ぎ、井上隕石と共に、大関の位置を占めている。修保とは、初二段は金太郎が先んじ、三段からは修保が抜いたとされる。加盟七年三段時から、四段修保が白番で二連勝、三五郎が千番と白番で連勝の寄付があり、万円二年には三五郎五段で、 先から先愛先に進めている。中国九州を有歴中に、日向国の岡で九州と記録され、蔓延二年より、後の記録はない。気風は周波に似て豪快で攻撃力が強い。安政五年12月5日、周作との子が傑作府と呼ばれる。黒1、白2が本因坊堂作以来またこの頃打ち出された手法。黒9、11の付け切りで、 戦いの主導権を握り、黒19が、攻守で、以後この右下の白を攻めながら、各所で攻守を見せて解消した。237手まで、財布、9目賞。ありがとうございます。